これは映画制作の打ち合わせ中。できたら絡みのシーンがよろしいな。イケイケヤクザともう何でも大丈夫ですわ。ぐーたら貧乏。やっぱりそうちゃうかなと思ってたんでさ。映画プロデューサーといやもうそんな、その娘、なんか面白そうでしたね。娘さんエロかったし。愛人に決まっとるやろ。出資した3000万いかれでもたらしいぞ。よかったっすね。お前のせいじゃないか。映画の儲け話は嘘だった。失踪した詐欺師の大追跡が始まる。2500回収しに行くぞ。その小清水いう人はどこへ逃げたん？分からん。ほんま居場所突き止めてから出直さんかい。もう突き止めたわ。マカオですわ。1億5000万どこに。嘘やろ。えらい大きいとこと揉めてしまった。組員は600人。行こうか。親が子に頼られるのは当たり前やん。ほんまはあの男のことが好きやねん。は？俺は自分だけ逃げてまうヘタレや。わしのことを嫌いになったんか。ずっと前から嫌いですわ。気が合うな。逃げろ。果たして2人が仕掛けた大勝負の運命は。二人の疫病神。ほなね。金の切れ目が縁の切れ目か。女は恐ろしいの。